おいしこんにちは、あむりです。さっきちっちゃいムカデが部屋で出てね、で一回逃がしたんですよ。一回逃がしちゃってベッドの下行っちゃって、うわー逃がしたわーって思ってちょっと待ってたらまた現れたから、うわーやべえまた出た、あいつどうにかしなきゃって思ってね、ちょっと慌てたらね、後ろの椅子の背もたれがね、モンスター入れてたコップに当たって、モンスターがねめっちゃ机の上にこぼれてね、なんかあのピックとかを立ててるケースにめっちゃこぼれて、もう大惨事もうでまた逃がすっていうね、ムカデ散々ですよ。もうどこ行ったあいつ、本当に気が気で寝れないよ。どこ行ったの本当に。結構小さいんだよね。でかかったらまださ逆に音とかでわかるけどさ、ちっちゃいから音も鳴らねえし、いやもうやだな。ちっちゃいからまあ最悪噛まれてもなんかかみたいなとこはあるけどね、めっちゃ嫌よね。ゴキブリでもなんでもさ、害虫が逃してしまったらさね、また外に出ていく可能性もあるけど、自らさすがにそれでこの部屋で寝るの怖いよなって思っちゃうわ。はい、ということで今回はですね、また試練進化のラーをちょっと活用していくんですけど、ちょっとやりたかったことがね一個あってね、ワンパンしよう空番支援ワンパンしようですね。はい、それ用の編成にしてまいりました。前回出した動画を結構引き継いだ編成になってますので、まあ編成難易度とか武器はめっちゃ高いぞっていうのはあるんですけど、まあちょっとねエンタメとしてね見ていただければと。はい、ということでこんな感じになっております。まあ頭脳を使いますよと。で、無効貫通潜在遅延2と上はね無一丁にしてあります。まあ十強武器スキブあれば OK ってとこが、泥弱まあ泥強は言うて大丈夫かなって思ったり、でラビリルを使って遅延2の控えダメージ軽減は多少妥協できると思います。大強ショック結構余裕で受け切れるんで。で上は操作化耐性かつ浮遊ということでフォースシルエットですね。うん、まあ最悪操作化は我慢できるので、まあ浮遊であれば OK かなと思います。でサノスですね、こいつが要です。10強プラスで毒目覚め光ダメージ一応つけてます。まあ一応ここスキルプラスにして神キラーガンブリしてあげてもなんとかなるかもしんないですね。そしたらスキルバッチとか変えれるかなって思ったり。で上はねダリルバルデをつけてます。マシンタイプやね。でゼルクリアです。L 字でアシスト5潜在の回復と、上はね5点ですね。はい。これでまあ初手ダメージ吸収打って、3階層の敵もこれで対応していきますよと。で続きましてラーですね、今回の要です。1回ダメージ軽減を3個振ってますが、まあ言うてなんとかなると思います。遅延2個と、上はエアリアルの武器ですね、マシンタイプ不要火力盛りで、ジノですね、無効貫通潜在遅延2個のダリルバルデという感じになっております。はい、ということでこれでね、バッチはねスキブプラス、バッチはスキブプラスでやっていきましょう。はい、ということでじゃあやっていきましょう。初手はちょっと前職ないとダメなんで、まあ、そこはちょっと賭けです。じゃないと、ジン打たずに、そのままワンパン突破していきたいんでね。豪邸も4ターンだし。はい、ということで、まずはゼルクレア裏打ちまして、ラビリル変身しまして、ゼルクレア打ちまして、エアリアルですね、ラウラ打ちまして、で、ゼルクレア打って、ラビリルも打って、ジノも両側変身です。でラーム打ちます。あーラー本体打つの書いてませんけど、ラーム打ってください。で全体攻撃で沈めていきます。とにかく5個あるやつは全部全体攻撃なるべく、はい、こういう光をね合計するの忘れてますけど、ちょっと咳だけしますね。OK、喉がガリガリしました。で2階層もワンパンです。はい、ここも色決めるだけでワンパンです。はい、これでどれでも問題なし、全属性ワンパン可能と。で続きまして、ここまでダメージ吸収が継続しますね。後天武器が強いと。毒目覚めは耐性で OK。でここでゼルクレア打って一応回復力をね取り戻しておきましょう。であとは色決めて2パンで仕留めていきます。
はい、まずは一撃で、全体じゃない、サブ、あ、全体か、上限値下げられますが、ラを打って、もう全部返すと。で、これで仕留めていきます。なんか喉が咳が出そうになる。なんか喉の奥にホコリが詰まったような感じですわ。またちょっとどっかで咳するかもしれませんが、ご了承ください。なるべく我慢しますけどね。はい、で続きまして4階層は、フィロはまあ当たりですね。フィロが一番当たりかな。 L 字2個組めるで、他のやつらはアズハがやばい。アズハがいっちゃんやばい。あいつね、ドロップジャッカ目覚めからのドリフするの一番良くないです、本当に。なるべくここはアシスト無効解除できるまで耐久して突破します。なるべくね、まあ、突破しちゃってもいいんだけど、まあなるべくね、アシスト無効解除しようねって感じですね。他のキャラの時も耐久は効くので。ただアズハは回復ジャッカとかあんまり振りすぎると回復できずに積んじゃうから、いや、あんま一番良くない、アズハは。ここはね、ミスって満杯しちゃったあのね、5色決めちゃダメだって頭では分かってたんだけど、もう手が言うこと聞かなくて、もうジノのために色決めちゃったね。うん、4色で耐久して次のターン突破が本当は良かったです。まあでもなんとかなるぞっていうのはね、これで分かると思います。操作負荷食らうのがちょっと厄介なんですけど、そこに色が固まらなければ大丈夫です。2、1とかこう分かれた状態で下段に用意されて、で他色全くないみたいな感じだったらちょっと詰むんですけど、まあ、でも軽減は貼れるかな。まあ、そうじゃなければ大丈夫って感じですね。まあ、最悪ここで初手ね、光エルジとか組んでも大丈夫ですよ。さっきのターンでちょっと光エルジ1個しか組めなかったけど突破しちゃったみたいな感じの時も、ここで一旦待ったりするのもありですね。操作時間短縮されますけど、結局ラーで返せるんでね。なんで言ってなかったけど、さっきのアシスト向こう来るところで一歩手前で光残してから突破すると、盤面で光エルジがね用意しやすいっていうのはありますね。わざわざジノ打たなくても。まあフィロはルレがあるんで結構自由度効くぞという話でしたね。はい、ということでここに関してはまあワンパンでいいです。まあカッパが出るとちょっとコンボが怪しくなるので、まあ少し待ちだったりは発生するかもしれないですけど、はい、で大凶小凶に関してはまあどっちから打ってもいいかな。耐久効くんで結構余裕で、回復エルジとかなくてもいいんで、ゼルクレアからの、ジノでもいいし、ジノからのゼルクレア、こんな感じでもいい。ジノからのゼルクレアを打つと76番目になるから、回復ドロップを結構多めに用意できやすいところありますね。でここはね、5色決めないですね。はい、決めてもいいけど、決めると一発半分いっちゃうので、ここはね、ゼルクレア溜め直して突破します。なのでここはなるべく色は決めない。はい、ということでここはね、早送りですね。ここはとにかく4色耐久、4色耐久、残りゼルクレアが2になった瞬間殴り始めます。ここで残り2になるかな。残り2になると思うんで、ここで多分ね、全力で削り出しますね。色を決めてますね。これで半分までいきまして、でもう一発殴って突破ですね。トゲいっぱい作られてますが、まあ、回復力そもそも結構高いんでね、 OK と。はい、続きまして8階層ゼルクレアしっかり溜まった状態でここに入り込んできます。サノスの上はね、15ターンぐらいの武器でギリ大丈夫かな。12ターンのペーネロペーだとね、ちょっとね、溜まってダメだったんすよ。なんで今回はダリルバルデにしてますが、マシンタイプ付与できて、なおかつ火力が漏れて、まあ、火力は最悪妥協できるかも。キラーとか振りやすいんでね。なんでまあ火力は最悪いいとして、マシンタイプ付与できて十数ターン、15ぐらい欲しいっていう武器だったら大丈夫かなと思いますね。アイアンマンがギリかな。アイアンマン何ターンだったっけ。はい、でソニアはね、ソニアだけをワンパンすれば OK です。アイアンマン13か、13か、ちょっとダメかも。アイアンマンダメ、溜まると思うわ。はい、でカリンドラゴン階層、ここはもうどれが出ようとワンパンで仕留めます。
の光に焼かれるがいい。はい、ラベリル使って、ここもワンパンで仕留めちゃいましょう。これちょっとトゲをね、どうしても処理したい。ちょっと目覚めのせいで落ち込んがいっぱい降ってくるんですが、これ問答無用のワンパン。はい、でボス回想ですね。ボスはあまりにも勢いよくいくとゼルクレアがたまらないので、シールド1枚は2ターンかけて削ってあげる必要があるかなと思います。お前のブリタニアは私が認めない。とりあえずまずシールド1枚目をぶっ壊します。はい、これで一発でシールドを削り切って、でここでねゼルクレアがあと2のことに気づきましたんで、一旦ねこう待ちます。お前のブリタニアは私が認めない。欠損してなかったら盤面でよかったんですけどね。まあでもそしたらあれか、ジノが結局上限解放がループしなくなっちゃうから、お互い上限解放しなくなっちゃうから結局打たなきゃダメか。はい、ここ光をわざと外して4色、あの降ってくる色を外すってことはやめた方がいいですね多分落ち込んで割っちゃう、事故るんで。降ってこない色を外してあげるっていうのがいいですね。はい、ということでここでシールドを削り切っていきます。はい、これで問題なくシールド削り切って、で覚醒向こう飛んできますよと。で、花壇雲作られて、じゃあここでね、ゼルクレアを使って覚醒無効解除。で、もう盤面6号でそのままいきます。ゼルクレアを、あ、ゼルクレアじゃねえわ、ジノ使って縮めますが、もうこの盤面でいっちゃいましょうと。ちょっと雲で見えてないんでね、まあ、こんなに組まなくても正直ね大丈夫と思いますけど、ちゃんと5色色決めてれば大丈夫だと思います。はい、これでワンパンです。サノスがね結構火力出るんですよね。うん、しかも第三属性持ち、今回ね編成の全員第三属性持ちなんですよね。これねすごい面白い点だよね。だから属性相性さえ良ければ、これ半分まで自力で木からも削っていけるっていうね。ちょっと水が多いせいであれですけど、ギリいかないかなって感じ。ということでサノス打ってボーンして、これでとどめです。はい、ボスは先制攻撃以外何も行動できません。はい、これねちゃんとワンパンするために最大組もうねって頑張ってますけど、こんなことしなくても多分削れるんで大丈夫です。11分台、今回ね12分3秒とか9秒だったっけでクリアしてるんで、あの余計なところを省くきは11分台でしたね。はい、ということでこんな感じでボスワンパン可能な編成になっておりますと。ちょっとアズハが一番天敵かなって思います、やってた感じで。うん、アズハが出なけりゃまあ簡単にできるだろうって感じになっておりますので、もし組めそうな方はちょっとこんな感じで、ね、遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。12秒12分2分3秒か。